会社で、鹿児島県内で、エディオンなどのフランチャイズを展開している。2013年10月15日までは、ベスト電気とフランチャイズ契約を締結しており、同年9月まで、鹿児島ベスト電気として、フランチャイズ店を展開していた。上、ベスト電気鹿屋本店かエディオン、鹿児島鹿屋店、鹿児島鹿屋店は、エディオン店舗としても閉店しており、 同地では2020年4月より、メガドン・キホーテ・カの屋店が営業している。1946年9月、鹿児島県川内市にて新先生釘工場として、創業した囲いグループの企業である。1959年9月12日、グループの鹿児島線釘工業株式会社と新日本、電気株式会社の共同出資による、合弁会社、 鹿児島新日電販売株式会社として設立された。1969年4月に南九州新日電販売株式会社へ社名変更した後、1970年12月、株式会社ベスト電機とフランチャイズ契約を締結、ベスト電機の店舗展開を開始。1975年2月、 南九州 NEC 商品販売株式会社と再び社名変更。1989年8月に会社分割し小売部門を引き継ぎ現社名に変更した南九州 NEC 商品販売株式会社が承継。2012年に山田電機がベスト電機と資本業務提携したことでベスト電機は山田電機の子会社となった。 過去イエレクトロは地域密着を重視するのに対し、山田電機は営業理念のすべてが異なるとして、過去イエレクトロはベスト電機とのフランチャイズ契約を2013年10月15日をもって解消し、翌10月16日からエディオンとフランチャイズ契約を締結することとなった。ベスト電機としての営業は同年9月29日までに終了した。小型店8店は、 エディオンとのフランチャイズ契約に先んじて、2013年10月1日以降順次、エディオンのフランチャイズ店として営業しており、旧ベスト電機店舗についても10月25日にエディオン店舗として開店した。また、過去イエレクトロのエディオン倉替えに伴い、山田電機がベスト電機を子会社とする条件として2012年12月10日に、 厚生取引委員会が示した、種ヶ島における、ベスト電気店舗の同業他社への譲渡要件が、解消されることとなる。これにより、鹿児島県内における、エディオンの店舗は、従来の直営1店 FC 店23店から、直営1店 FC 店49店に増加する、ことになった。9、ベスト電気、12店舗丸は、エディオンのおもちゃ、ゲームの販売店である。 ネバーランドを併設する店舗。前店2013年9月までベスト電気の店舗であった。南栄店、中山店はベスト電気時代はテレックス単独店舗で吉野店を除く16店舗はテレックスとの併設店舗であった。テレックス南栄店、テレックス中山店はベスト電気時代と同様に携帯電話専門店として営業する。 ネバーランドにおける取扱品目に関しては、鹿児島南店はおもちゃ、ゲームを取り扱うが、鹿児島いぶすき店、鹿児島種ヶ島店はゲームのみを取り扱う。ベスト電気時代は、鹿児島本店を除き店名に、鹿児島はつかず、鹿児島南店は、南鹿児島店、鹿児島鹿野屋店、鹿児島川内店はそれぞれ、本店を名乗っていた。国武店やエディオン、 吉野中央店が、資金にある旧、ベスト電気吉野店については、2013年12月時点で、エディオン店舗への倶替えが発表されず、閉店している。旧、ベストフレンドショップ8店舗ベスト電気エディオン、鹿児島ベストサービスワンダーグー、ハット AB 株式会社カコイエレクトロ第62期決算広告 AB 株式会社。 囲いイエレクトロとのフランチャイズ契約開始予定に関するお知らせエディオン2013年8月1日 AB 囲いイ10月16日にエディオンと FC 契約へ南日本新聞2013年8月2日8面各店舗の営業終了日のご案内鹿児島ベスト電気2013年9月3日ベスト 電気店舗案内全店閉店いたしました。鹿児島ベスト電気2013年9月30日。ABCDEF、エディオン鹿児島17店、25日一斉オープン。かこいエレクトロ、南日本新聞2013年10月8日8面。ABCD、エディオン鹿児島全店一斉オープンのお知らせエディオン。2013年10月17日。 ABC ベスト電機、県内17店舗が、エディオンに倶替え運営は、囲いが継続、鹿児島毎日 JP2013 年10月26日、ABC エディオン、鹿児島県内17店オープン、南日本新聞2013年10月25日、株式会社、山田電機と株式会社ベスト電機との資本、業務提携における公正取引委員会へ申し出た。 十地域の問題解消措置に関するお知らせ。山田電機、ベスト電機2013年8月1日、エディオンが7店舗取得中国新聞2013年8月2日、AB、エディオン運営、各区スイング子会社が小継かご島県内9店舗、かこいエレクトロから、南日本新聞、2021年10月28日閲覧、ベスト電機が、 エディオンに、なぜ、徳之島店も移行へ、南海日日新聞2013年8月31日、2016年6月21日開活クラブ、鹿児島天文館店6月30日オープン、バリック、2019年10月11日閲覧、ありがとうございます。